ロブと僕。夏休み。僕はおばあちゃんちの田んぼでザリガニ釣りをしている。お父さんとどっちが早く釣れるか勝負だ。お父さんは上手にどんどん見つけるんだけど、僕はなかなか見つけられなくて、ちょっとイライラした。お父さんは大人げないんだ。真剣勝負は大人も子供もない。 とか言って、どんどん釣っていく。僕はなんだかつまらなくなってきた。草むらでぴょんと跳ねるものが見えたので、バッタ探しに切り替えようかな、と狙いを定めた。えい取ろうとしたら逃げられちゃった。もう一回。えい二回目はなんとか捕まえられた。 だけど、ぼくはかたまったおいもうザリガニ釣りやらないのかおとうさんがぼくにこえをかけにきたうんてのなかをみつめているぼくをみておとうさんはめをかがやかせておっバッタとりかおもしろそうだなじゃあおとうさんもバッタをつかまえることにしよう。 どっちがたくさんつかまえられるかしょうぶだとバッタさがしにとびだしたぼくはおとうさんにこえをかけられないままもういちどさっきおもったぎもんをくちにだしたバッタじゃないよねザリガニってこんなだっけてのなかにいたのは「おいなにすんだよ!」。 赤いザリガニのようなものがハサミのようなものをあげてバッタのようにぴょんぴょんとんだえしかもしゃべったぼくはこしをぬかしそうになった「おいおまえは礼儀ってものをしらないなこのブレイモノめ。おれに用があるなら名をなのれ」赤いやつはてのなかをチクチクさしてきたいただった,た ごごめめん、ごめんなさい。僕はケンだよ。バッタだと思ったんだ僕の言葉に「バッタ」赤いやつは怒ってさらに赤くなる「俺はバッタなんかじゃない」「ザリガニでもない」あそうかこれザリガニじゃないとしたら僕は頭の中のウィキペディアを開く。 ザリガニかのもうひとつみるからにロブおまえいまロブスターっておもっただろ赤いやつはきっとぼくをにらみロブスターはうみにいるザリガニじゃないかおれはザリガニじゃないっていってるだろとまたちくちくさしてきたのでぼくはついてをひっこめてしまったちゅうをまった赤いやつは という音とともにめちゃくちゃ大きいロブスターに「だからロブスターじゃないぞこぞまたハサミを向けられたので僕はこうさんのポーズで両手をあげながら「じゃあなんて呼べばいいんだよ!」と叫んだ赤いやつはお父さんより大きくなったかもしれない こんな大きいハサミにチクチク刺されたらすごく痛いに決まってる。ロブだ。赤いやつが得意げに言い放った。チーン。一瞬空気が止まった。ロブスターじゃん。僕の突っ込みのせいでまたツンツン疲れた。わかったよ、ロブ。君はここに住んでるの ツンツンされたところをさすりながら僕は謝って仲直りをしようと言った。ロブもよかろうと言って僕の話を聞いてくれた。俺はこの辺りを見守る神だ。ザリガニをやたら取る奴がいると報告を受けて様子を見に来た。そしたらお前のお父さんだったから。 まあ仕方ないな、と帰るところだった。あいつは子供の頃からあんな感じだが、ちゃんと捕まえた後は返してくれたからな。で、子供のお前を見てたんだが、まさかバッタ取りに変更するとは、つい油断して捕まったぜ。お前は短期だな。こんなにすぐ父親との勝負をやめるなんて。 あいつもあいつでむちゅうになるとしつこいからしかたないかロブはどうやらお父さんのことも知ってるらしいお父さんは子供のころここで育ったからかもしれないへえロブはザリガニの神様ケンが聞くとロブは胸を張ってうなずいた。 ザリガニに神様がいるんだ。じろじろと眺める僕。言いたいことは喉まで出かかってる。ロブスターの神様でもあるやはり出た。またチクチクされる。と思って、避けようとしたら、ロブはあっさり。いや、俺はこの辺のザリガニの神様。 管轄はざっくりしてんのよ。海が仕事になれば、ロブスター担当かなと言った。これは夏休みの宿題の自由研究にはもってこいだ。と、僕は思った。ロブ、あ、ロブ神様。僕が改まって言うと、ロブでいいよ。今更じゃないか。 ロブはインタビューは嬉しいみたいだあでもそろそろお前のお父さん来るぞ早く聞け遠くからお父さんが袋にバッタをいっぱい入れて歩いてくるのが見えたロブは僕たち人間に何をしてほしいですか僕は汽車になったつもりになって背筋を伸ばした 今僕は子供代表として聞いているんだそしたらロブは「うんーまあごちゃごちゃ言ってもお前覚えてられないと思うからとりあえずこれだけな」と言ってジャンプしたすると最初のサイズに戻った「キャッチリリースを頼んだぜケン元気でな」 ロブはそういってぴょんぴょんとバッタのようにとんでいってしまったあっというまにそしてお父さんがやってきたお父さんロブみえたロブおやどうやらお父さんにはロブのすがたはみえなかったみたいだケンこんなにつかまえたよ お父さんは僕より子供のようにはしゃいで、袋の中のたくさんのバッタを見せてきた。僕はロブの言葉を忘れないうちに、お父さん、キャッチアンドリリースって何と聞いてみた。するとお父さんはにっこり笑って、僕の頭をくしゃくしゃっとなで、 よく知ってるなあ。こういうことだよ。見ててごらん。と、袋の中をゆっくりひっくり返す。バッタたちは、どんどん飛び出して、草むらにいなくなっていった。遊ばせてくれてありがとうって、返してあげることだよ。なるほど。僕は、その日のことを、検診文として、 夏休みの宿題で書いたロブの絵を見てみんなは「大きなザリガニだね大きなロブスターだね」って言ってたっけロブは神様だから違うよ管轄が変わるときもあるみたいだよと付け加えてあげたロブの名誉のためにね 楽しい夏休みをありがとう、ロブ。来年もまた会えたらいいね。